ける。とにかく途中退場して。で何点を目指してるの？英検一応準1級持ってるんですよ。いつまでに何点を取って取らなかったらじゃあ解散に行くとか。解散やばいやばい、アイドル資格を解散ってことで。どうぞ、始まりました。もちチャンネルです。さあ、はい、アイドル失格のエンジテアです。はい、エンジテアさんやってまいりました。イエイエイイエイエイ。エンジテアがデータをダウンロードしなかったせいでそう、送られてきたデータをね、ギガファイル便を7日以上放置したから。そうなんですよ、聞いてください。私夜中ね、8時間ぐらいでアップロードしたやつなのに普通にダウンロードしなかったっていう。はいはいはいそんなエンジテアさん、カット編集してくれるんですね。そうでございます。いくら取られるの？高い高い高い、持ってくる。ダメです、1週間やんなかった。半額です。そうだわ。そんなエンジテアさんなんですが、トイック受けるとかなんとか言ってた。そうなんですよね。自分の YouTube の動画にトイックエフラン受けてみたみたいな動画を出したんですよ。はい、トイックエフラン受けてみた。めちゃくちゃ。そしたらその時にトイック途中退場して、でなんかリスニングもわーって塗って、もうなんか体調悪いなと思って、うん、リーディングもパート5ぐらいまで解いて、うん、もういいやと思って、うん、帰りたいですみたいな、うん、言って試験官の人に、うん、で帰らせてもらったんですよ。そしたら結果届いて、あ、これ採点してくれるんやと思って、うん、見たら380点ぐらいで、おうおうってなって、うん、これはまずいのではみたいな。いやいや、だって途中退出でどこまでのやつ。リーディングもいや何点何点だ。でさ、そのデータを持ってこないわけ。そうじゃん。今日なんで持ってこない。違う、動画に載ってないの。確かに載ってるわ。でも280と108、ん違う、200と180くらいで380だった気がする。リスニング全部受けて200で何分で退場したとか覚えてない。え、でもリスニングが終わって10分ぐらいに退出しました、うん、なんでその10分ぐらいとほとんど点が変わらないんですか。確かにパート5がもしかしたらめっちゃ合ってたのかもしれない。5は解いたの。あ、なんとなく解きました。なんとなくなんとなくバーって見てこれかなみたいな、うんうん、なんかパート5なんかちゃんと確認できない。バーって解いて、いつもなんかそりゃそうだよねみたいな間違いをしてるから、うん、あ、え、すごい、ほぼ合ってた。210点と180点で390だ。あ、でもネットのやつだけなんだ、紙のやつ見てないんだよね。紙のやつも届くんですか。そうですよ。え、何月に受けたし。これはですね、3月とかかな、1ヶ月後とかですよね、届くの。あ、違う、1月に受けたんです。いや、だいぶ前にもう届いてるよ。届いてるよ、もうそら紙は。もう多分捨てられてる。なんで捨てられちゃってるの。家の人にちょっと居候先の住所みたいなのがあって。あー、そういうことですね、うん、まあ400点ぐらい。あ、でも分かんない、それじゃ全然実力不明じゃないですか。確かに。いや、でも言うて大学受験した後に受けたやつとかも600点とかだったんで、うんうん、まあでもそんなもんなんじゃないみたいな。何点を目指してやってるんですか。え、でもなんか何点ぐらい取ればいいんすかね、こういうのって。何に使う、何を目、そうそうそう何を目標、何に使う、何がしたいによってやっぱ全然違うと思うんですけど、なんか何点ごとに基準とかあるんですか。就活に使えるのはじゃあ何点ぐらいなんですかね。だからまず最低ランクとして600は取りましょうみたいなのがよく言われるやつですね。院試、編入、就活でもまあやっぱり最低ライン600はありますね。まあ600の壁って言われるぐらいなんで。ああ、600に壁があるんですね。そう、600がまず最初の壁だ。そこが取れない人、まあ、日本の平均500いくつですけど、まあ、上も下も合わせてなんで、だから600に行ってない人がすごく多い、うん、でもそうですよね。なんかトイック受けてる人ってなんか森哲先生みたいに二日酔いでトイック受けに来たけど990点だわみたいな人多いじゃないですか。多くないんですよ。あれはもうネット上に出てるからそういう人が多いと勘違いしてるやつらがお前らのせいで難しくなってんだとか来るけど、だって受験者の満点の人上位 0.1% とかなんで、うん、そんないるわけないんで。あ、じゃああれは行ってる人が目につくだけで、そう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 、別に引き上げてるわけではないと。 0.何%のはずなんで、 そんなことはないです。まあ一部はいるでしょうけど、だから難しい問題もまあ入ってはいるけど、確かにまあ難しくなってきちゃうんですよ。対策が進むと解ける人増えちゃうんで。ああ。だから全体が上がっていくんで、その人たちから情報を得てこう上がっていく全体が。あ、じゃあどんどん上がってるんですか、平均点って。平均点というか難易度が上がってます、どんどん。あれ、めっちゃ迷惑ですね。迷惑です。難易度が上がって、難しくなったら解けなくなっちゃうのに。ひどい。で、別に日本だけじゃないんで、韓国も対策が進めば難しくしないといけないんで。お、日本人、韓国人向けのテストですから、基本的には。新しい問題はそこの2カ国しかないんで、あとの他の国で受けて全部過去問ですから。韓国、日本、中国の、うん、留学に使う人たちぐらいしか受けてないんですか、トイックって。中国の留学？え、なんか中国人の友達トイックみんな持ってるイメージあるんですよね。うん、持っ
ってないです。日本で撮ってるけど、中国では全然知られてないです。え、そうなんですか？台湾は知ってる人多いです。あ、台湾だったかも、確かに。本土の方では全然無名な試験。コンピューターだし、トイック、中国では。中国でも受けたんですか？中国でも受けたんですか？いろんな国で受けてるんで。英検一応準1級持ってるんですよ。英検、はい、そういえば2、3年前ぐらいに取ったやつ、うん、英検準1級持ってたら、まあ、トイック換算したら何点くらいとかってありますか？いや、それ難しいんですよ、全然違うスポーツ。まあそうですよね。ただまあ準1持ってる人で600取れないとかはないでしょう。まずそれはありえないみたいな。それはありえないでしょうっていう感じ。準1持ってるんだったらもう700はいけるでしょう絶対っていう。あ、そうなんだ。じゃあ目標何点ですか？700点で。いや、低すぎる。低すぎる。だから準1持ってたら取れちゃうって言ったのに。いやいや、違う違う。準1持ってんだったら700取れちゃう。いや、絶対取れないですよ。ダメです。ちゃんと今もうここで、はい、いつまでに何点を取って取れなかったら何の罰ゲームをするかを、罰ゲームまであるのか。ちゃんと決めてもらわないとダメですよ、にしては。じゃあ、まず何点か。800からです、まず。800からなんですか、はい、めっちゃ厳しいですね、このチャンネル。800からと認めません。悲しい、デジハリの真ん中のクラスで英語受けてるのに。デジハリの真ん中が分からない、どれだけのレベルなのか。なんか中学の英文法みたいな感じ。いや、そんなの分かるでしょ、11時取ってんだから。まあ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 。じゃあ800点、いつまでに取りますか？800点、もう気合い決められてる、800点にされてる。でも全然分かんないですよ、どんくらい勉強したら取れるもんなんですかね。勉強してるの、そもそも。よし。してないんかい。そうですよ、してなきゃ。え、でも普通にその、まあ、岡部さん今年中ということで。今年中、はいはいはい。あ、でも結構長かった。今年中ですよ。今年中12月まで、はい、ちまちま受けて。ちまちま。あ、じゃあ逆に年内に800点取れたら何かご褒美とかないんですか？うん、ああ、そうだから、マリモがね、英検1級やって、うん、マリモの見てないでしょ。え、でもコンカフェの子ですよね。コンカフェっていうのはコンカフェじゃないの？コンカフェの子ですよ。コンカフェって単語知らない人がすごく多かったっ。あ、そうなんだ。そうだよ、知らない。まあまあ、秋葉原校の河合塾でやってたから知ってたけど、それなかったら知らなかったと思う。続いてだからバリモはエアタグ。あ、あの、なくしちゃうやつですか？そうそうそう、なくしちゃうやつですか。なくさないようにするやつでしょ。なくしちゃうエアタグを買ってって言ってたから。演じてはじゃあ800取れたら、じゃあ私もエアタグもらおうかな。いや、面白くない。同じじゃ。 iPad、 iPad。 私の iPad のちょっと5000年前の iPad だから、そろそろ化石になりそうな。 ないよ5000年前。 MacBook Air だって2010年だな。でかくて800ごとき。じゃあそういうことだって、バランス取らないと。じゃあ罰ゲームがやらないと。そう、罰ゲームがでかくなっちゃうよ。マジで iPad 買ってくれるのガチで勉強する。じゃあ800点いかなかったら、じゃあ解散ってことで。解散やばい。アイドル資格は解散ってことで。アイドル資格解散。だいぶでかい天秤になっちゃうっすよ。だいぶでかいっすね。森鉄チャンネルに出てね、早1年ぐらい。グループの解散を求められる時が来た。ね、メンバーにボコボコにされる。メンバーびっくり。勝手に何決めてんのって。アイドル資格。アイドル資格解散。脱退。確かに。演じてやった。そう、私がプロデューサーだから、私多分何悪いことしても解雇とかにならないんですよ。なるほど。だからまあ脱退ぐらいでいいんじゃないですか。本当に脱退でいいだろ。800取れなかったら脱退。脱退。裏方に回んなきゃいけない。裏方、まあでも私ちょっと自己紹介ソングで最近、あの、育ちは悪いが頭はいいですって歌っちゃってるんで。おらら。嘘みたいになっちゃうから。じゃあ800点。取らないと脱退。もう聞きました。これ残ってますからね。全部残ってますから。これでもきっと演じてさん今日から死ぬ気で勉強すると思うんで。逆にガチで iPad 買ってもらいますよ。はい、やった。iPad か解散か解散か。iPad と解散で私の脱退同じ重さなのやばくない？エフラン大アイドル800点取れなかったら解散。アイドル解散。まあ確かに。それでやろうと思います。じゃあその解散のサムネを。解散のサムネ。解散のサムネの顔で。何かな、ショックを受けてる感じの。いや、顔映んなかったからね。ちゃんと一応アイドルなんですから、アイドルを、アイドル系を出してください。いやいやいや。ちゃんと毎回のコンサートで言ってくださいね。800点いかなかったら私絶対なんでって。私今体育800点いかなかったら、解散。解散じゃない。解散ですね。自分のグループ脱退キャンペーンをしております。物販では英単語の問題を募集しておりますので、皆様ぜひ物販の方にお越しくださいませ。じゃあ頑張ってください。はーい。iPad の一番安いやつ。いや絶対その時の一番最新の買ってもらいます。もしくはこの割れた iPad のお下がり。お下がり。
かりやばい。お下がりに脱退させられるの取ればもう何の問題もないんですから、ね、まあまあまあということで、はい、じゃあこれから頑張りますので応援してあげてください。冬に向けて勉強させていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もう脱退を勝ち脱退を動画が始まるまで何にも決めてなかった。脱退を勝ちノリで脱退決めてんのやばい普通に叩かれそうで死ぬ